それにしても今日は戻るの早いわね。いつもは夜まで仕事してるのに。それが今日は売れ行きがすっごく良くて、売り物も少なくなってきたので切り上げてきたんです。売り上げの一部はお家賃の支払いに当てましょう。そろそろ払わないとここを追い出されてしまいます。その分食事は少し我慢してもらうことになってしまいますけど。それは仕方ないわね。悪いわね、いつも稼いできてもらって。私の本業はなかなか仕事少なくて、かといって普通に働くのはどうも苦手で。気にしないでください。行商のお仕事は楽しいです。それにフロッケがこうして暮らしているのはバレリアさんのおかげですから。せめて荷物の片付け手伝うわよ。そのバレリアさんが触るともっと賑やかになって。そうね、おとなしくしておくわ。片付けどうも苦手なのよね。あれどうかした？ないんです。お金を入れてあった袋が。どうしよう、どこかに落としてきてしまったんでしょうか。それか盗まれたか。だとしたら許せない。ええ、許すもんですか。そんな、あれがないとお家賃が、フロッケたちの家が。泣かないで、探しに行ってくるから。絶対見つけてみせる。たったいまー。ず、何やら不穏な雰囲気だね。ハイディ、実はフロッケが稼いだお金が入った袋をなくしたらしくて。ごめんなさい、フロッケたちの3人の大事なお金なのに。ふはーん、そのことか。じゃーん、これなんだ。あ、フロッケの袋。ハイディ、でかしたわ。よーしよしよし。で、どこで見つけたの？親切なお嬢ちゃんが拾ってくれたんだ。持ち主を探してたから私が引き取ってきたよ。それってもしかしてあの時の。あんたみたいなうさんくさいやつに預けるなんて、とんだお人よしもいたものね。ご飯でもたかろうと思ったけどその気も失せたよ。ほんと、オートもまだ捨てたもんじゃないよね。で、誰がうさんくさいやつだよ。ラブリーなハイディちゃんを捕まえて。よかったです、本当に。さらに二人にいい知らせがあるんだ。その口調に表情、お金に関係することね。ということは、ピンポーン。月影の会から魔物討伐の依頼を取ってきたんだ。来たわね、来たわね。この時を待っていたわ。うん、久々の仕事だよ。